ご視聴ありがとうございます。ラーメン変人でございます。美味しい冷やしラーメンをお届けできればと思います。この日は、初めて、岩手県盛岡市にあります手もみ煮干し中華のぶさんに行きました。余談ではありますが、最近声が本当に調子悪くて、ちょっと、粒が揃って声が出るようになったので、やっとナレーションができるようになりました。はい、で、それでは手もみ煮干し中華のぶさんであります。念願の訪問であります。処方でありましたので、レギュラーの淡麗にしようか迷いましたが、この日もめちゃめちゃ暑くて、やはりちょっと冷たい煮干し、が食べたかったですね。はい、それで営業時間になりますが、月曜から土曜日11時半から14時まで、さらには夜19時から24時頃まで営業されているようであります。詳しくはツイッター X をチェックしてみてください。はい、それでは冷たい、煮干しであります。透明な器に、手もみ縮れ麺、チャーシューはどうやら桃のようです。生生姜、そしてネギ、ナルト、わかめ、メンマ、それで、キンキン系の冷やしで、平子煮干し、これを使っており、醤油は不自由醤油などを使ったタレでございます。もう涼しげな丼、キンキン系涼しげな透明の丼でございます。油浮きはそれほどでもありません。でいただきますと、非常に冷やさっぱり系ながらコクがあり、飲み口の後に広がってくる、香りもすごくいいですね。醤油感はやはり控えめな感じ、やはりというよりも控えめな感じですね。煮干しを全面に引き立てた冷やし煮干しという感じです。はい、ではこの手もみ太ちぢれ麺であります。加水率は 40% 超えでしょうか。結構高めで、もう最高でございます。このキンキン系の冷やしに最高のすすり心地でございます。すすり心地、喉越し、めちゃめちゃ爽快な、太縮れ手もみ麺であります。平打ち、太縮れの突っかかり感も、思いっきり爽快でありますし、一気にこう爽快にいけますし、で、麺のスペック自体は非常にシルキーな感じなんですね。多分乾水の割合低めな印象であります。シルキーな手もみ太縮れ麺というユニークな感じです。この、コンパクトな透明な鉢、丼、なども相まって、ある種、ザル中華の煮干しバージョンのような感じも受けました。個人的な感想であります。そして生姜を混ぜ合わせますと、味わいが変わってまいりますね。煮干しを引き立てる、生姜っていう感じでございます。やはり醤油感は控えめであります。平子煮干しの深い味わいを、存分に味わう冷やし煮干しっていう感じですね。はい、それでは豚ももチャーシュー、こちらは当然脂身、少なめで、こうハムハムとした食感でございます。全然硬さはありません。柔らかいハムハムとした食感で、キンキン系の冷やし、こちらにぴったり合っております。この手もみ、太縮れ麺が麺線非常に綺麗ですね。冷水できっちり締められた当然麺でありますし、この唇の突っかかりと喉越し抜群具合が本当に爽快で最高でございます。で、こう丼がコンパクトな感じなんで、面白いんですよ。個人的な感想でありますけれども、ある種こうザル中華、ザル中華のような煮干しバージョンのようなものをいっぱいをいただいているような感じです。すいません、それは先ほども同じことを言いましたね。
同じことを言ってしまいました。岩手県盛岡市、手もみ煮干し中華のぶさん、冷たい、煮干しでありました。冷え冷えした丼、コンパクトな丼に、平子煮干しの旨味が広がる、醤油控えめな感じ、煮干しが引き立てられた旨味、そして特徴的なこの、平打ちの手もみ太縮れ麺、シルキーな感じで、喉越し抜群、唇の突っかかり爽快具合最高でございます。実に実に癒されるという、まあ癒されるっていう感じですね。癒され、涼み、まくった一杯でございました。涼みまくって美味しかった一杯でございました。で、処方にもかかわらず、暑さでですね、冷やしいただいてしまいましたので、次回は淡麗、レギュラーの淡麗をいただいてみたいと思います。濃い煮干しもやってるようでございますね。まあ、詳しくは公式 X をチェックしてみてください。ご視聴いただき誠にありがとうございました。